ましたから。それならいいけど。あれ、リン君どうしたの？なんだか顔色が悪いような気がするけど。いえ、なんでもないですよ。夕日のせいかな。体調は悪くないですし。うん。リン君、こっち。え？あのね、リン君は男の子だし、ううん。もう、男の子とは言えないかな。でもね、いつも、ずっと立ち続ける必要はないんだよ。疲れたら、気が抜けちゃったら、我慢しないで。大人だって、男の人だってね。すみません。会長、俺、約束を守れなくって、苦労を連れ戻して、それなのに。いいの。いいんだよ。リン君はちゃんと私たちの思いを、クロウ君の思いも私たちにちゃんと。だからね、そんなに悲しまないで。これでお愛子だね。私も何度もリーン君に恥ずかしいところを見せちゃったし。うん、これで私も晴れて生徒会長退任かな。次の子たちも優秀だから教えることもなかったんだけど。うん、政治、経済、技術、医療とかいくつかの分野があるんだけど、一年間は勉強させてもらうつもり。その後、軍か省庁に入るかは、ちょっとわからないけど。ただ、必死だっただけなんだけど。でも、これからのことを考えると、いろいろな視点は持っておきたいから、軍に入るにしても省庁に入るにしても自分の考えは持っておきたいんだ。何よりも帝国の未来のためにで。ありがとう。そういえばどうしたの？来てくれて嬉しいけど用事があったんでしょ？リン君帰ったばかりだし、明日は君たちの。そっか。うん、わかっ、いくつか心当たりもあるし、寮の郵便受けに入れておくから、よろしくお願いね。
その必要はありませんわ。え？あなたは。だからシャロン、なんであなたがいるのよ。会長のお許しをいただきまして、今一度第三学生寮の管理人を拝命いたしました。短い期間ではございますが、皆様のお世話をさせていただきます。早速今夜のお食事も準備している最中ですわ。そうだったんですか。じゃあ遠慮なく。世話になろう。今夜はごちそうだね。RF グループの立て直しを手伝っているんじゃなかったの？おまけに春以降の注文が殺到して生産ラインが追いつかないって。大旦那様がお戻りになったので今のところは大丈夫ですわ。会長と張り合いながら諸案件を次々と片付けてらっしゃいますし。なあもう。さすがはグエンローだな。あーお腹すいた。ちょっと暖かくなってきたし。あら、何してるの君たち。ゲゲ、なんであんたがここにいるのよ。ご無沙汰しております。サラ様、ビールのおつまみでしたら牡蠣の燻製やオイルサーディンを仕込んでおりますけど、ご夕食の時にお付けしますか。お前、よろしくお願いします。シャロンさん、微妙な立場なのに結構平気で動いているよね。多分 RF 社と帝国政府の間で協定が結ばれてるんだろうな。まあシャロンさんなら関係なしに手伝いに来てくれそうだけど。